あの超能力者ってね、まあ、いろいろこう今までいたとか言われてますけど、はい、実は日本でですね唯一一人だけ女性で、うん、公共機関で認められた人がいるんです。すごい力を持っていた伝説の超能力者がいたんですね、女性、あのこの方なんですよ、幼み俊江さんという方なんですけど、はい、もう数々の奇跡、まあ、超能力を、ね、してきた方と言われてまして、まあ、簡単な経歴こちらなんですね。1863年に現在の山形県で生まれるんですけども、88年、大体こう25歳ぐらいからですね、不思議な力にこう目覚め始めてくるんですよ。いろんなことが、まあ、できるようになってきまして、で実際の体も不思議だったみたいで、女性なんですけど思春期になってもまあその生理が来なくて、はい、忍んでずっと所長を迎えなかったとか、で見ていくと拘留されたとか逮捕されたとか裁判がどうのこうの、はい、結構ね警察のねご厄介になってるんですよね。まあ、得意とされていたのが何にも入ってないこう空の瓶、空き瓶をパッて見てたんですね。ここにちょっとこう祈祷するんです、祈願すると、はい、一瞬にして中に水がバババッとこう満たされるっていう、でこれが神の水、神水と言われていて、この水がですね万病に効く万病の薬っていうふうに言われて、全国でこの水を飲んだ人が元気になっちゃったっていうことがもう多々起こったと言われてるんですね。でこれを見たこう当局がなんかこう医者でもないのに勝手にこう水を飲ましてね、なんかみんなにこうなんかやってるやつがいるぞって、これ絶対もう詐欺罪だってことになって何回も逮捕されるんですよ。でも実際じゃ裁判でちゃんとこうもうねどうなんだろうかってことで裁判長が言ったらしいんですね、俊江さんと、あなた本当に超能力者ですか、はいそうです、じゃあ今ここにね密封された瓶があります、あなたこれ浸水神の水なみなみに満たせますか、できます、うん、少し集中する時間をいただけたら私はこれできます。なんとですね史上初裁判所でこの超常現象の実験がされたんですよ。これ女性なんですけど、まあ公正を期すために俊江さんはその場で全裸に刺されまして、でもう入念なこうチェックされた後、まあ集中したいということで、じゃあこの中に入ってください、で完全に密閉されて封もした瓶を渡して、はい、もうすぐできるんですね、できたら持ってきてください、わかりました行ってきますって言ったらコンコンできました、見たら中にもう並々水入ってたんです、もちろん封は開いてないんですよ。でこれを見た裁判長がもうこれやられたらもう何も言えない疑いはないってことで、なんとその裁判所で無罪っていう判決が出た。本当にまあ5分もしないうちにね、だからこうトントンと叩いてきて出てきたらもう手にはね、まあ、そういうまあ茶褐色というか、まあ、色のね水をこう並々入れてたということで、でまあこの方ですね最後の超能力を発揮するんですけども、私はあと、20日間で死にますといった20日後に死んで、最後に自分の死をもって超能力を証明したという、まあ、史上初公共機関が認めた真の超能力者、信じるか信じないかはあなた次第です。さっきね、超能力で浸水って、まあね、その飲むと元気になる水なんて話ありましたけど、やっぱりこう日本でもパワースポットと言われる場所なんかがあったりするとこう下から、ね、湧き出る水が結構力があると言われる場所が多いですね。今どこどこ、女性の皆さんにこうぜひ、ね、お勧めしたいここの水がすごいっていう、はい、まあ、浸水というのが、はい、能登半島の先っちょ、うん、鈴岬って場所があるんですけども、まあ、別名聖域の岬っていうんですね。ここすごい不思議な場所、パワースポットで、ここは海の海流、2つの海流がぶつかる場所なんですよ、うん、上から見るとこう一本のこう線が見えるような潮がぶつかってるんで、で上空行くとジェット気流もぶつかる場所って言われてるんですよ。その波と気流がぶつかる不思議な場所で、ここは1時間に1回こう地下から水がブワーッと吹き出るんですけど、はい、なぜかこの水が腐らないんですよ。でここランプの宿っていう宿が あるよね、ランプの宿、はい、有名、ここね100年水っていう水が何本かもう昔からこうあるんですね。これなんですけど、これ幕末100年前の水なんですけど、いまだに飲めちゃうんですよ。僕実際に行って飲ませてもらったら本当に臭みがなくて美味しい水だったりしたんですよ。ちなみにでもさっきの水1帳瓶1本1億円ですからね。それやったらどっかに寄付して人のためになるようにしときなんかボンと置いてかんと。いやあれでお客さんが来た時に儲けを持てんやろ。いや儲けじゃない、気持ちや。一口おちょこいっぱいないけど人とどうですかみたいな、1億の水ありますねってそれで儲けを持てんやろ。加藤セーブさん。
らと笑わへんかったんだよお前らの兄弟。まあ、私すごいあのゲームが好きなので、ふわってくるな、ふわっ音声がふわってくるな。ありがとうございます。必要以上に低い声出してない、はい、ゲームがすごい好きなんです、はい、なんで、まあ、オンラインゲームという、まあ、もう聞き慣れた言葉だと思うんですけど、日本で、まあ、最近では大ブームですけど、うん、もっと前には世界で大ブームになってまして、もうやったことある人口で言ったら2人に1人はオンラインゲーム体験してるんです。はい、で日本でも今すごくヒットしますけど、はい、世界ではもっとヒットしてて、中でも一番ヒットしてるのがアメリカ合衆国、うん、この国でオンラインゲームが一番人気なんですけど、オンラインゲームって言っても、まあ、いっぱいあるんですよ、はい、ジャンルが、はい、その中で圧倒的ダントツ人気を誇るのが戦争ゲームなんです。ああ言うね、アメリカズアーミーですね、うん、まあ、こんなにもうリアルなんですよ、もうゲームじゃないんですよ。はい、これをインカムをつけてみんな仲間とやり取りしながらこうやって進んでいく。あ、これ上、左上でやり取り、はい、左上でやり取りが残っていたりですね、画面が明るい、はい、これぐらいリアルな画面で、めっちゃリアルだね。そうなんです、人が倒れる瞬間であるとか、まあ、こうやってリアルになっている。やられた、うん、で昔はですね、あのこうやって出てくるのがモンスターだったりしたんですけど、もう今は人対人なんですよ。うわ、だからあのまるで世界情勢を反映したような、はい、そうなんです。これ一番人気あるのが今中東を攻めてるというこのゲームなんですね。で主人公はもちろんアメリカ人ですし、アメリカ人も中東を攻める。そしてあの普通に銃で撃ったら倒れるんじゃなくて、頭を狙わないと確実には死なない、で心臓でももうちょっとずれてるだけでまた立ち上がってやってくるので、確実にやらないといけないとかいう。で、あれだけクオリティ高くてあれだけ美しい画面なんですけど、なんとあれのゲーム無料なんです。無料、そうなんですよ。でもちろんその後に強い武器が欲しかったり、強い人間になりたかったら課金という制度もありますけど、基本的には小学生であろうと簡単な登録をすれば戦争のああいう疑似体験ができてしまうという。 R 指定みたいのないの、あれ。これがね、日本だったらむちゃくちゃあるんですよ、でアメリカはもうほぼないと言っても、なんでなん、実はですね、これもう3ヶ月に1回とか2ヶ月に1回のペースで戦争のオンラインゲームがどん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 新作が出るんですよ。でどんどん出るし、まあ、その度にヒットを繰り返すんですよ。でこれを支えてるのがファンであるかメーカーであるか、そうじゃなくて実はもうアメリカ合衆国政府なんです。これがもうゲームを PR してるんですよ。400万人の、まあ、ユーザーが愛してるゲームなんですね。でこれを400万人の中でじゃあ一番強いのは誰だっていう大規模なトーナメントをこう行うんですよ、はいはい、これが恐ろしいのが上位200人ぐらいの人に対して、なんとアメリカ陸軍がスカウトに行ってる、はい、だから言うたらやな、デスクからやな、そうなんです、兵士に指示を送るので優秀なわけや、もう、もうそうです、作戦とか。で、だけど、でもサッカーゲーム上手い人がみんなサッカー上手いわけじゃないじゃないですか、うんうん、でも実は戦争ゲームだけは違いまして、うんうん、これあの実験でも結果が出てしまってるんですけど、普通に陸軍入った人とゲーマーで極めた人が陸軍入った人、明らかに戦闘能力高いのはゲーマーの方です、で中でも一番違うのが忍耐力が違うんですね。どんだけ辛くてもどんだけ寝てなかったりしても目的を達成するためになんかそれまで頑張ってしまう。ミッションクリアに対する集中力が違う、それが兵士としては一番大事なとこない。そうなんです、諦めなかったり痛いとか熱いとか弱音を吐かないのがやっぱりゲーマーで、知らないで忍耐力が培ってる。なるほど、それがなんともう小学生の間で友達同士でもうやり取りタダでできてしまうというのが強い。アメリカでもう知らない間にゲームでアメリカ兵士になる訓練というのがもうなされているという、信じるか信じないかはあなた次第。すげえ。ですね、私あの昔から結構あの日本の女性犯罪史にちょっと興味がありまして、まあ、その中でも私がよく読んでる本がこれなんですけども、はい、まあ、実録戦後女性犯罪史という本なんだ。お近さん、はい、それってよく読んでらっしゃる。よく読んで、まあ、もう結構前に買ったんですけど、じゃそな俺も手出せんかったあの興味は持ったけど、いやちょっと怖いよ、まあ、これをよく、まあ、読んでるんですけども、はい、この中で私が一番興味持ってるのがこの裏表紙になってるんですけども、福田和子なんですよね。はい、映画にもなりましたよね、はい、最近も特に藤原直美さんがね、そうですね、まあ、彼女が起こした事件というのが、まあ、松山でホステスしてまして、はい、で同僚のホステスを
締め殺しまして、そして、まあ、15年間逃亡し続けるんですけども、その逃亡してる間に顔を描いて整形しながら逃亡してるわけなんですよね。時効3週間前に、まあ、捕まってしまって、3週間前ですもんね。で、日本で初めて懸賞金がかけられた事件でもあることで、まあ、有名なんですけども、まあ、なぜじゃあ彼女がこんだけ15年間逃げ続けられることができたのかと、うん、まあ、顔を変えた、もちろんそれもあるんですけれども、その15年間の間でやっぱ出会った男性が援助したからなんですね。あ、やっぱその時その場所、はい、その時に男性がいらっしゃった、男性がいらっしゃったという。で、なぜじゃあこの彼女に男性は援助したか、はい、美人とは言えないお顔立ちなんですけれども、一つやっぱ挙げられるのが、彼女はすごく床上手だというふうなことはよく言われてるんですよね。はいはい、やっぱり男性はそういうところにやっぱりこう食いつくのかなっていう、はいはい、でもそれはあくまでも、まあ、私も本で読んだことなので本当に床上手かどうかっていうのは分からないわけですよ。はい、ただ私が今から言うことは、これはちょっと噂の域を超えてるんですが、はい、まあ、松山までちょっと行きましてですね、はい、ご自身で踏み込んだリサーチを、はい、なんですが、ある、まあ、この事件を追っかけた記者の方に聞くところによりますと、はい、とにかく、まあ、あの彼女は魔性の女だと、うん、でその裏付けに、あの彼女と関係を持った男の人たちが、まあ、事情聴取のために集められたんです。はいはいはい、で、まあ、十何人そこの部屋に集まって、そして十何人と全てみんな顔見知りだったと。あなたもですか、あなたもですか、僕もですよ、あお恥ずかしい、僕もですみたいな、まあ、そういう対応がありまして、でさらに皆さんが口揃えて言ったのが、彼女はやっぱりすごいんだと、うん、そして吸い付くような体をしていると、そういうふうに皆さん、彼女はここがすごいんだと、ここがすごいんだと。そしてさらに福田家族が捕まった時に、護送される時に、両脇に父兄さんがいたんですけど、その父兄さんの一人がですね、私が昔テニスをした時のダブルスの相方なんですね。異名があったんですよね、友近さん自身は。私はあの愛媛のナブラチロワと言われてたんですけど、まあそれはいいんですけど、ナブラチロワナブラチロワはどうでもいいんですね。で、ちょっと福田和子ってどんな人だったって、いやでもそれはやっぱ教えられないって、私は個人的には多いし、それはまあまあそうやろうなと思って、じゃあ実際こういうふうにこう腕をこう持ってたので、彼女が福田和子の、じゃあちょっとじゃあその感触だけはどうやったって言ったら、まあもちっとしてたよと、まあ、その個人的な情報は言えないけど、私がこれ以上も言われへんけど、唯一言ってやられるのがもちっとしてたよと。だからその持ち肌を持って男たちを虜にする彼女は魔性の女に違いありません。これを信じるか信じないか。でもそのね、はい、こういう、まあ、気づいた事情聴取で集められた男性は、はいはい、全員近所の知り合いのおっさんなんて、すごいね。はい、まあ、実際あの首を絞められた被害者の方いらっしゃいますけども、それ以外にも、まあ、間接的に3人の被害者がいまして、はい、まあ、1人は福田家族が逃亡するにあたってずっと顔を描いて整形してますよね、はい、その整形手術をした先生、まあ、それは実際犯罪者とは知らずに整形をしていたもんなので、はいはい、その懸賞金限られたのは500万なんですけど、そのうちの100万は愛媛県警で、あとの400万はその美容整形の先生が申し訳ないことをしたということで、はい、400万を上乗せしてそれを懸賞金でしたのですね。なるほど。2人目はずっと15年間福田和子を追い続けてた愛媛県警の警察官なんですけれども、うん、福田和子のことをカークって呼んでました、はいはい、まあ、それはいいんですが、あのそのでもその警察官が15年間ずっともう日本全国各地を追いかけてたので、まあ、家庭に帰ることがなかったんですね、はい、で家庭を帰ることなくずっと福田和子に付きっきりだったので、その家庭崩壊で別れてしまったと。そして最終的に逮捕したのは福井県警で、全て手柄を持っていかれてしまったんですよ。犠牲者や。彼女は殺害したと同時に家財道具一式も全部運んでるんです、はい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 、家財道具を運ぶために知人にちょっとトラック出してって言ってるんですね。でその彼には友達が夜逃げをするから助けてほしい、トラック出してくれへんかっていうことでその人は協力してるんですけれども、うん、でもまあ実際なぜじゃあ家財道具一式を盗もうとしたかっていうことなんですけれども、はい、実は被害者の部屋に福田和子が使ってた大人のおもちゃが置いてあったんですね、はいはいはい、その大人のおもちゃには自分の指紋がついてますから、その指紋があの見つかったら自分が犯人ということがバレるから、そして大人のおもちゃを持ってることが恥ずかしいから、とりあえず大人のおもちゃをこう探してたんですね。やばいやばいって、はい、殺した後に大人のおもちゃ大人のおもちゃと、はい、でも見つからなかった、はい、ってことはもうとりあえず
一式全部運んでしまって、その部屋で大人おもちゃを探そうとしてたから、一式全部私は家財道具を運んだんですよっていう、その家財道具目的で殺したわけちゃいますよっていうことをまあ言うために、それで、そういう裁判でその話は出たんや。そうなんです、ね、一応証言とかなんとかで、はい、だからその彼は大人のおもちゃを運ぶために呼ばれたようなもんなんですよね、言えば。まあ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 、ね、言えばですけど。なんでそんな詳しく入れ込んだ。そうなんです、やっぱ女性犯罪者にちょっと興味がありましてね。凍えすぎるわ。こけしって、あの東北地方 の、 あの物産品のこけしなんですけども、はい、あれってすべて無表情に作られてるわけです、うんうん、で、もともとこけしっていうのは何かと言いますと、なんで作られたかと言いますと、まあ、これは皆さん知ってる人も多いと思うんですけども、まあ、東北地方で昔、農村部で、まあ、生活ができなくなったりして、子供を捨てたりとか、それとか子供を、殺してしまったりとか、で、そういうことがあった後に、まあ、供養のためにと言いますか、それで親がこけしを掘るというか作るというか、それでもう本当に字のごとく子を消すということでこけしと、あ、なるほど、ということで作られたんですけども、じゃあなぜこのこけしは全て今残ってるやつも全部無表情の顔が描かれてるのかと、はい、いうことがあるんですけども、うん、これはですね、まあ、かつて、ある、女性の方が、子供をですね、雪山に捨てました、はい、でそれをですね、その後自分でこけしを掘ったんですね、はい、で作って、やっぱどうしてもそれ捨てるのはちょっと多少の無念がありましたんで、にこやかな可愛い顔でこけしを掘ったんです。でそのまま飾っといたところ、一晩経った翌朝見てみると、にこやかな顔でこうやって掘ったはずのこけしがすごい怒りの表情に変わってたんです。でも昨日の夜は多少ちょっとお酒を飲んだとかそういうのがあったんで、ちゃんと自分のミスじゃないかということで、また、その顔を消しまして、また新たにこけしを掘ったんです。それももう一度可愛い笑顔で掘りました、うん、そうしますと、また翌朝こけしの顔は怒りの表情に変わった、うん、でもこれは恐ろしいということで、そのこけしをその女性は、焼き捨てたんですね、うん、それから約1年後またその女性は身ごもります、はい、で今度はちゃんと出産まで行くわけですよ、うん、ところがえらい難産になるんです、はい、で大量の出血もあります。でやっと生まれたと思って子供の頭が自分の、ね、体から出てきます、うん、でその時におぎゃっと泣いた顔をスッと見た時に、うん、その生まれた顔は、うん、恐怖の怒り顔をしたこけしと同じ顔が生まれてきたんです。で大量の出血もあったこともあり、そのお母さんはそこで亡くなってしまうという事件があったんです、はい、それ以降こけしの顔は必ず無表情でなければいけないという決まりができて、今ずっとこけしの顔は無表情になっているという。そう、嘘か本当か分かりませんけど、はい、そういうことでこけしは無表情になってると、はい、これ引き込まれましたね、うん、そうですね、壮絶なる都市伝説ありがとうございました。このやりすぎ都市伝説もかなり回数重ねて、もう今ではもう夏の風物詩となってるんですけど、やっぱ夏の風物詩では皆さんやっぱお祭り、はい、この祭り、まあ、日本三大祭りなんてのもありまして、はい、そのうちの一つ大阪の天神祭りとかありますけど、これは菅原道真公、いわゆる学問の神様をね、みんなで祝うというような祭りなんですけど、まあ、今ではもう若者たちが、まあ、カップルで寄り添い、この後どうするみたいなで、たまにはお寿司でも食べるみたいなでね、かっぱ寿司ってそのままテレフォンにしけ込むみたいな、そんな祭りになっちゃってるわけですよ。違うと思いますけど。なんか言ってる。なんなのこれ。まあ僕はこう見えてるわけです。はい、まあそして、まあ世界で一番有名なお祭り、うん、これクリスマス。そう、イエス・キリスト、はい、まあ、いわゆる現在の日村さんですよね。日村さんの生誕を祝う、はい、違うよ、ね、違う成功が残っている日村さんの生誕というお祭りなんですよ。違うよ、そもそもこの皆さん、お祭りというものはどういうものだったか、はい、これは神を祭るという動詞がお祭りという言葉に変わっています。そもそも今の大相撲というのもですね、まあ、横綱ということで、綱というのは神社で飾ってある綱ですよね、うん、あれ神を表す、その横に並び立てる神の拠り所を決めよう、それが横綱だと、ね、世界で一番強い男、神は何者にも頼らないけども、もし寄り添うものがあるとすれば横綱だと、すごい、それが横綱語源なんですけども、神様のためにいろいろやるとこれがお祭りなんです、はい、うん、
この広い日本で、はい、五段だという町があるんです。五段だというのは何だというのは、異常なまでの、いや過剰と言っていいほどのサービス精神旺盛な女性が控えている雑居ビルがあるという噂を聞いた。五段だに、はい、サービス精神、はい、雑居ビルに入っていって、まあ、ある怪しげなインターホンがあったんですね、はいはい、でまあ、そのインターホンを押しますと、まあ、なんですかね、中年の男性が出てきて、まあ、今日どうしましょうといきなり言われました。どうしましょうってどういうことや、まあ、でも相手の要求乗りましょうということで、じゃあ横のホテルでお待ちくださいということで、まあ、横のホテル行きまして、怖い怖い怖い、はい、そのホテルの扉がノックされた後の記憶がないんですよ。わかんないですけど、ただ異常な肉体の疲労感と相反するかのようなみなぎる明日への活力。不思議やな、大事やねなんて。しかしなんか無意識のうちに母親にごめんねと言っている自分。それに伴うように臀部、まあ、いわゆるお尻ですね、はい、お尻に走る激痛。何があったんやくそ。それいやでもただ、まあその思い出せないのは何があったんだろうなと思ってた僕のところにですね、数日後、まあ、ムービー勝山からメールが入ったんですけども、はい、大変なことになってます、はい、このアドレスにアクセスしてみてください、はい、ことがなってまして、まあ、そのアドレスにアクセスしてみたらですね、はいはい、その女性たちが所属している店舗のホームページにつながったんです、はい、ページの下の方をどんどん見てください、はい、驚愕の文章が載ってます。何やその文章。祭りはイコール神と言いましたね、はい、この日本にも神が存在したんだなと。どういうこと、どういうこと。実は僕神だったんです。どういうこと、どういうこと。しかも自分では名乗ったことないのに人から祭り上げられて本当に神様に。何が変わるんだ。だからどういうことやね。こちらご覧ください、そのホームページです。ケンコバ祭りが知らない間に僕神様として祭られてたんですよ。どういうこと、何が変わるんだ。この店上の方いたこういう文章が書いてました。年末ケンコバ祭り開催時のほにゃほにゃほにゃ、まあ、これ店名ですね、ケンコバさんご本人がご来店くださりました。神や、神なんです僕。神や、ほんまや、はい、このホームページにアクセスするかしないかはあなたしか。いや違う違う違う。本当に、アジアが生んだ世界的なスタージャッキー・チェーンなんですけども、ジャッキー・チェーンはですね、あのミスターいい人としてもものすごい有名で、はい、例えば去年の東日本大震災ありましたけれども、はい、ジャッキー・チェーンはですね、総資産260億円を全て被災地の被災者に、あとは慈善事業に本当に寄付されたとか、あとはあの香港でもう誰よりも一番早くそのチャリティーを呼びかけたりとかですね、はい、そうです、マフィアの撲滅キャンペーンとか、もう趣旨に賛同すればもう世界中どこでもノーギャラで行ってイベントに参加するぐらい本当にいい人なんですけれども、実は最近ですね、あの中国であのジャッキー・チェーンに関するなんかあらぬ噂が飛び交っていると、はい、それがジャッキーの呪いというものなんですね、何かというと、ジャッキーがですね、まあ、広告塔になったりとか、あと CM に出たりするその企業がですね、次々と悲運な目に遭っていると、某ビデオメーカーのこれ CM なんですけれども、もうこの会社はですね、あの本当業界トップ3に入るぐらいの本当に大手企業なんですけれども、CM の放映後ですね、実は経営破綻しております。さらに言うとですね、こちら中国のコーラ、これもですねすごく大人気だったんですが、CM の放映後消滅。そしてですね、こちらですね、育毛促進剤、CM 放映後株価が急落しております、はい、まあ、次々とですね、そのジャッキーが広告塔になった企業が、まあ、どん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 こう悲運な目に遭うということで、全てが偶然なんじゃないのとか、はい、思われる方いらっしゃると思うんですけれども、これ実はですね、ジャッキーが明らかにしていない闇の顔が実は関係している。何、実はですね、今挙げたその3つの企業それぞれある共通点が存在することが分かったんですね、はい、それがですね、悪徳経営、そして不正の数々。ほう、ちなみにですね、こちらのビデオメーカー、はい、経営のトップが詐欺罪で逮捕された。そして中国産のコーラなんですけれども、すごく人気があったんですけれども、本家のコカ・コーラから、
これパクリじゃないかということで訴えられて裁判になって裁判で負けております、うん、さらに育毛促進剤、こちらですね、あの内容物に、発がん性物質が含まれていたというのが後々明らかになって、これも発売中止になった、はい、これはですねジャッキー・チェンが実は、はい、うん、あえてそういった不正している会社の CM をやってですね、広告塔になってその不正企業を世に明らかにするためにわざと広告塔になっていた、うん、さらに言うとですね、上海万博ありましたね、はいはい、それであの日本の曲にちょっと似てんじゃないかみたいな話題ありましたよね。ジャッキー撮ってた、そのイメージビデオにも実はジャッキーチェンが出てるんです。出てたジャッキー。これもあえて出て日本のファンたちにこの曲は日本の曲のパクリだぞっていうのアピールするためにわざわざ出ていた。ジャッキーの呪いじゃなくてジャッキーの世直しだと、ここ僕は断言したいと思います、はい、信じるか信じないかはあなた次第だ。僕の、まあ、北海道の友達の知り合いの話なんですけど、北海道出身の方でその結婚することになりまして、その彼女を実家の親に紹介したいということでその北海道にこう帰って、冬だったんですけどね、でまあ頑固な両親で、まあ、一発 OK はしてくれないんじゃないかってこう不安を抱きながら、うん、まあ、行って挨拶したら、まあ、すんなり OK で、うん、あ、よかったなと思って、まあ多分彼女もすごい緊張してたのがほぐれて、そのトイレに行きたくなってトイレに行ったんですよ。でまあその彼とその両親でいい子じゃないかみたいな話してたら、はい、うん、急にその部屋の外からですね、ドカーン。どうすんだその空気は。びっくりするかなよお前。びっくりするかなと思って。びっくりするかなと思ってじゃないよ。初めに聞いてくれてんだろみんな。あのすごい音がしたんですね、はい、なんだと思ってその音のする方に行ってみたらですね、うん、はい、トイレの原型がもう跡形もなくなってた、これはなんだと思って、まあ、救急車急いで呼んだんですけど、まあ残念ながらその彼女は即死で、はいはい、なんだこの事故は、もう全然分かんないわけですよ、誰もどうしてこんなったのか。でまあその、大学の研究チームに頼んで調べてもらったんです。そしたら、まあ、その驚くべき事実がそこには隠されてるんですけど、そのボットン便所は冬だとバキューム化がなかなか来れなくて、うん、冬の間結構溜まるんですよ、はい、その排泄物がこう溜まっていくとですね、メタンガスがこう発生しまして、はい、北海道 その冬の、ね、家はあのすごい暖かくなってるんですよ、半袖で過ごせるぐらい、はい、で暖房をこうガンガン焚くとまたメタンガスがどんどん発生して、しかもその隙間風が入らないような立て方になってますから、うん、その換気も悪くてどんどん溜まっていく状況の中、その彼女がですねこうスカートを下ろして毛糸のパンツを下ろした時に、はい、静電気で、バーンってなってしまったんです。寒い地域とかそういうだから、はい、あのメタンガス溜まってる状況の中、ボットン便所とかと溜まるんで静電気ぐらいでもね、いっぱーんってなる。はい、これどういうことかと言いますと、まあ、あのアニメでドラゴンボールっていうのはドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT っていうのがあるんですけれども、はい、これ全て意味があるんですね、はい、それを今日皆様に紐解いてお届けしたいなと思うんですけど、私も、はい、まずドラゴンボール Z というのは作者のですね、鳥山明先生がもうこれでシリーズは作らないよ、これで終わりだよっていう意味で、はい、XYZ の Z で最後という意味で Z ってつけたんですよ、はい、Z でですね週刊少年キャンプでやってた、はい、ブーのところでもう漫画終わってるんですよ、はい、Z で、はい、しかし GT が続いた理由っていうのを今日お話したいなと思うんですけど、はい、それはどういうことかと言いますと、うん、ここで終わってしまうとアニメ制作の方々の、まあ、おまんまが食べられなくなっちゃうということで、人気番組やしな、はい、それ視聴率もまだ取れるしということで、鳥山明先生が携わらずに続けたんですね。そういった意味で、GT というのはごめんね鳥山明先生という意味ですね。はい、それでですね、鳥山先生名古屋に住まれてるんですけれども、うん、就営者の新人研修というのは全員名古屋に行って鳥山明先生の家で土下座して、先生もう一度漫画を描いてくださいっていう
のが編集をするんですね。へえ、それがあの最初の仕事なんや。そうですね。ごめんね鳥山明先生なの。あれそうです。 GT ははい、いろいろあの GT で御殿とトランクスとかそういう説あるんですけれども、私が聞いた確かな情報もできますと、ごめんね鳥山先生。誰に聞いたん？あ、この情報ですか、うん、これ確かな情報もちょっと言えないんですよ。それは言えない情報ソースがちょっといろいろ危険とかございまして。それであのもう一つちょっと補足させていただきますと、はいはい、鳥山明先生名古屋の、はい、まあ、名古屋城の近くの名古屋市っていうとこ住んでるんですけども、一回東京にちょっと住みたいっていう時があったんですね、はい、なぜかと言いますと集英社の本社が、はい、東京にあるので、うん、締め切りギリギリまで書きたいと、はいはい、名古屋ですと1日前にマネージャーの方が取りに来てしまうので、はいはい、はい、ギリギリまでやりたいっていうところで出たかったんですけども、その名古屋市のやはり税金の問題とか先生のおかげで潤ってるので、うん、市長がちょっとなんとか許してもらえないかということで、じゃあ分かりましたということで市長がやったことがですね、当時あの名古屋空港というのは小牧市にあったんですけども、そこから鳥山明先生のご自宅までもう道がうねりくねってでものすごい時間があるんですよ、タクシーで、はいはい、それを一本の道を作ったんですね。まっすぐに鳥山明先生の家から空港まで行ける道、これを鳥山明ロードというんですね。嘘かまことか。はい、それでですね、あの漫画の方で一回悟空が死んで海王様のとこに行くところで蛇の道ってあったんですが、それは鳥山ロードをヒントに蛇の道ができたんですね。はい、いやすごい、ありがとうございます。いらない豆知識っていいですか、はい、いや、いや、ちょっと、はい、いや、あの、でもドラゴンボールって世界的にすごいヒットしたんですけど、あのフランスでは日曜日の、昼ぐらいに、まあ、オンエアしてて、驚異の視聴率 70% っていうのを叩き出したんですよ。なのに番組が打ち切りになったんです。なんで？なぜかっていうと子供が教会に行かなくなったからです。なるほど。で、番組日曜日やからね、はい、子供が見たいから、はい、はあ、すごいな鳥山先生。あのテレビ局っていうのはなんか急に照明が消えたりとか不思議な現象がよく起こる場所、はい、っていうのはよく聞くんですけど、これは僕はちょっと実体験も入ってるんですけど、うん、あの高校生の時に大道具さんのバイトに行ってたんです、うん、立て込みっていう仕事があって、スタジオにセットを立て込むと。でそれは夜中なんですけど、行った時にお前何もでけへんから、とりあえずあの窓の枠をちょっと色塗っとけと。そこは第二スタジオっていうとこなんですけど、第三スタジオまで行ってお前塗っとけと、邪魔になるからということで、そこで僕こうやってあの色を塗ってたんです、うん、ほんならなんかあの女の人が歌ってるかのような声が聞こえてきたんです、うん、でまだその時僕も素人なんで、こんな時間でもなんか練習してはんのかなと思って、芸能人も見たいしと思ってちょっとその辺をこうやって見たんですけど、そういうことやってるような感じではないんですね。でまあとりあえず色塗ってたら、だんだんその歌ってる声が大きなってきてるような気がして、でだん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 僕に向かってきてるような感じがするんです。でもう最後もうこの辺で言われてるような感覚になって、もう怖くなって、もう塗ったのがどうでもええわみたいな感じで第二スタジオまで走って逃げたんです、うんうん、そしたらあの僕が怯えてんのに、そこ の, あのおっさんが、お前塗ったやつどないしたんやと。で僕怖いから置いてきてるわけですから、ああ向こうですったら取ってこんかい言われて、やっぱりこの都市の離れた人に入りたてやし、ああなんかこんな怖いことがあってって言うのもよう言わんので、うん、僕はそれを取りに行かないとダメになってしまったんですね。でそのままずっと歩いて行って、その塗ったやつを持ってたら、もうまた声が聞こえてきて、今度はもう女の人の複数の声で、はい、教会で歌ってるかのような歌っぽい感じのがだん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 大きなってくるように聞こえるんです。でそれが最後また身元の方で来たので、もう怖くなって、もうそれだけ持って第二スタジオまで走って逃げたんです、うん、でそれから後日年の近いちょっとヤンキーっぽいあのお兄さんがいたったんで、うん、僕この前気のせいは思うんですけど第三スタジオのとこでこんなことがありました、はいはい、今の話をしたんです。ほんならそのお兄ちゃんが、あやっぱりそうかと、はい、第三スタジオはそういうことは多々あると、うん、有名なとこ、はい、でその人も第三スタジオに脚立を取りに行ったんです、はいはい、夜中。ほんでバカッと開いたんですけど、スタジオは照明ついてへんから真っ暗系なんですね、うん、でその漏れてくる明かりで作業してたら急にドアが閉まったって言うんですよ、うん、ほんでえっえってなって、なんかうっすら上の方が明るいなっていう感じがしたような、はい、なってパッと見たら、あの上で女の人7人ぐらいが苦しそうな顔で歌を歌ってた、その女性7人というのは何なんだっていうことになってくるんですけども、はいはいはい、そこの放送局っていうのは戦前女学校やったんですね。で
そこの女学校があったところに昭和9年に風速60メーターと言われる室戸台風っていうのが大阪に直撃した。あ、その時に、まあ、木造ですからその当時の建物は崩壊してしまうわけです、はい、でその崩壊したがらきの中に女学生が7人言うとこう倒れ込んでたんですね。その7人は助けを求めるために賛美歌を歌いながら助けを待ったらしいんですけども、その声が届かずその人たちは亡くなってしまった。はい、姿は全く見えないです。声だけがどんどん大きなる大きなるような感覚で聞こえてくるんです。本当不思議やけどね、そのテレビ局はよくそういうのを聞きますよね。そのまま今も妨害してるとかってことはあるんじゃないですか。いやー、消毒のマイクが先ほどちょっとトラブルがあったんでね。え、どうしよう。その辺を皆さん今馬さん、そんな大間豚しかやめてもらえませんか。アクシデントのなんかね、言うたらこのスクープみたいな感じで。またいらんことしたみたいです。実は先ほどの兵道の話は時間を置いて撮り直したもの。収録を中断せざるを得なかった怪奇現象が起こっていた。セットを立て込みに行くっていう仕事があって、でとりあえず僕も分からんままついていったんですけど、うん、あーなんかマイクのトラブルやで。すいません。あ、はい。マイクすいません。申し訳ないです。すいません。申し訳ありません。すいません。夫婦のマイクが。収録中に起こった謎の音声トラブル。テレビ史上稀に見る怪奇現象をご覧いただこう。よくテレビ局っていうのは結構なんか、急にライトが消えたりとか、なんかそういうなんか怖い感じの話が結構あると思うんですけど。あるある。喋り始め、音声に異常は全くなかった。しかしこの後をよーくお聞きいただきたい。夜中にスタジオにセットを立て込みに行くっていう仕事があって、でとりあえず僕も分からんままついていったんですけど、うん、もう一度お聞きいただこう。分からんままついていったんですけど、うん、そこでお前謎の音が聞こえ始めた。そしてもう怖くてその枠をずっともう塗り終わってるんで、それを持っていこうと思ったら声がもうガツガツ聞こえてくるみたいな、複数の女性が歌ってるっていうような、なんか教会で歌ってるような感じのように聞こえたんです。はい、はい、で声がだんだんでかなってきたような、そんな感じになってわーってなって、結果それだけ持ってダッシュでもう逃げていったんです。でそこから第三スタジオに行かなくなって、セットを組み立てる時に、あ、なんかマイクのトラブルやで。すいません。あ、はい、マイクすいません、申し訳ないです。すいません、すいません。夫婦のマイクが今、あー、これはこれで怖いな。これやめた方がいいんじゃないの、その話。スタジオの話やし。うわぁ、上手にしてください。結構がっつりトラブルですね。がっつりトラブル。本当だね。わぁ、見たことない。シガニウイバー鳴ってる。スタジオに突如割り込んだ謎の音、技術チームが再三チェックしたが何のトラブルも確認できなかった。何らかの霊的現象かもしれない。なんか嫌な予感はしたな。で今日の朝に、すいませんちょっと話変えたいんですけど、はいはいはい、やっぱ嫌やったん、はい、福本豊の話したいんですけどって話になったんですけど、サンキューブレイブスの通れよ。結構よく心霊スポットとか行ったりもしてたんで、はい、いろんなちょっと若いエピソードがあるんですけど、名古屋のホテルに泊まった時ですね、はい、まあ、ホテルにいまして、まあ、やることないからさ寝ようと、はい、電気をパッチン消したわけですよ、はい、ガーン寝てたよ、うん、そしたらこれ来るなと思ったんですよ俺。もう分かった。そしたら案の定ちょっと金縛りまして、鼻縛りまして、やばいなと思ってたら、待ってましたみたいな感じで女性の人がドアの方からゆっくり歩いていくんですよ、うん、わー来て、でベッドの横歩いて僕の横まで来てずっと立ってるんですよ、うん、ガガガーなってて、でその人そのまままた入り口の方にバー歩いてったんですよ。歩き終わったタイミングで俺金縛りバー溶けて、でうわやばいなと思ってちょっと電気つけて、でトイレ行って顔洗おうと思って、うん、トイレのドア開けたら、はい、湯船の中に横向きにその人が座ってたんですよ。うわー気持ち
ール壁の方見てめっちゃ怖かったわ今想像してもうた。そうそうそう、なんか言うわけでもなくただ姿が、そうなんですよ、無言のプレッシャーってやつですかね。プレッシャーってやつプレッシャーってやつ何を求めてんねん何やろ、なんか最後損した気分だろ。どういうことか、まず覚えておいてほしいのがミツバチっていうのはすごく頭がいい生き物だっていうのを覚えておいてほしい。これ人類が地球上に誕生する前、もう随分と前からミツバチがいたわけですよね、地球上には。でこのミツバチっていうのはすごい社会的な動物で、その組織を作ってちゃんと生活するんですけど、でコミュニケーション能力っていうのがこれまたすごく高くて、で蜂の字ダンスっていうのがあるんですよ。蜂のこうお尻をこうやってね、こう蜂の字にこうやって振りながら会話をする。会話をする。これどういうことを伝えるかっていうと、あそこにね、おいしい蜜があるよ、何キロぐらい先だからみんなで行って食べに行こうかみたいな、そういうのをこの尻、まあ、人間の尻文字ですよね、だけでこう伝えることができる、そういう能力があるわけですよ、はい、でも人間で考えたらこうね、喋らないで死に持ちだけでこう何年か過ごしてくださいって言ったら結構大変でしょ、はい、腰やっちゃいますしね。とりあえず謝れ、皆さんに謝れ。なんでですか。関係ないじゃないですか。でとてもやっぱそういうことができる、そういうことでこう物事を仲間に伝えられる生き物っていうのは昆虫界では蜂しかいないんです、だどれだけこの人間に例えてもそうですけども、その蜂のミツバチのレベル、頭脳のレベルの高さがすごいかっていうのが分かるわけですね、はいはい、アインシュタインがそのミツバチですごい名言を残してて、ミツバチがこの世からいなくなったら、人類は4年以上生きられないだろうって言ってるわけです。どういうことかっていうと、ミツバチがやっぱ受粉をするわけじゃないですか、で植物が育つ、で新しい酸素っていうのを世の中に供給するわけですよ、でこれができなくなる、で酸素がなくなるっていうことはもう要は人間生きていけませんよね、でそうでなくても今養蜂場とかで人間が蜂をいっぱい飼いならして、今もう人間と の, この密接な関係があって今成り立ってるわけですよ、みんなの食文化っていうのは、でそれができなくなってしまう、密接になればなるほどそれがなくなった時人類の滅亡に近づくってことですよね。でも今やっぱり養蜂場とかいっぱいあって世界中にで何万匹って蜂がいるので今大丈夫です、まだ安心はできるんですよね、養蜂場のおかげで、でもこの養蜂場いっぱいあるんですけども、2006年アメリカで一晩にしてその養蜂場にいた蜂が跡形もなく消えたっていう事件が起こったんです、死骸一匹残らずに、びっくり起こしちゃって、全米でその時180億匹ですよ、180億匹、消えたの。でそれはまあ全米だけです、これ日本、アジア、ヨーロッパ全部そういうところで起こってるわけですよ、で自然界でも消え、で人間の手からも離れていく、もうまさにこれ、まあ近い未来じゃないですけども、予言が当たるのならば人類滅亡に今まさに一歩ずつ近づいていってるわけですね。でこれ本当に仮説ですけど、ここからが、はい、蜂のやっぱり頭脳のレベルの高さ、さっき言いましたよね、これもしかしたらですけども、今まで人類が誕生する前からやってきたことと、今人にやらされていることと違うことなんじゃないか、これって地球のためにならないんじゃないか、俺たちがいることによって、要は自分たちのためもならないんじゃないかっていうことで、蜂が人間にやられてるってことに気づいて逃げ出したっていう、要は人間を超えた知能を持ってるミツバチが人間を裏切って今消えようとしてる、まさに人類の滅亡をミツバチが起こそうとしているということです。信じるか信じないかはあなた次第です。なるほど、僕そのニュースを聞いて、だからアメリカがなんか戦争なり天災なりに巻き込まれる恐れがあるってニュースで流したんだよね。ありましたよね、そういう予知、やっぱ蜂って何かあるんだよね、あるかもしれないですね。世田谷のなんかあの養蜂場の蜂は泥棒捕まりましたけどね、あの世界的な蜂の話に世田谷の養蜂場の蜂泥棒が蜂泥棒が養蜂場壊滅させたの。マジですか。世田谷の蜂分かった。これ本当にあった話で、本当思い出してもゾッとする話なんですけど、十数年前にフジテレビでさよならリコーランっていうドラマがあったんですね。それで沢口靖子さん、秋元直美さんで、私の3人で中国の長い春って書いて長春っていう町があるんですけど、そこに行ってロケがあった。それで宿泊するホテルが戦時中に日本軍が建てたっていう洋館の、まあ、立派なんですけどいかにも怖そうな建物だったんですよね、それで私の部屋も教室ぐらい広くって怖いんですよね、それであの霊感全然ない自分でもこんなに怖いんだからと思って周り見るとやっぱり霊感ありそうな人はブルブル来てるんですよね。
それで私の部屋にはベッドが2つあったんで、当時女性マネージャーだったから、あの悪いけど来てくれないっつって一緒に寝たんですよね、呼び出して、はい、でその晩は寝たんですけど、3時頃にそのマネージャーがギャーってすごい声を出して、でどうしたって聞いたら、部屋の四隅に緑色の服を着た4人の兵隊さんみたいな人が私の方を一斉に見ながら銃を向けたって。はい、それで私もそれですごく怖くなって、あの怖いと思った瞬間に、もう出ないでくださいって叱っちゃったんですよね、はい、そしたらその一斉でもう全然霊が出なくなったんですよ。翌朝秋元直美さんがやってきて、はい、昨夜3時頃怖いものがあんたたちの部屋に出なかったって言うんですよ、はい、でなんで知ってんの、出た出たっつって、はい、でこっちは興奮して聞こうとしたら、はい、私の部屋に幽霊が来たから、私は何もできないから隣の部屋に行ってって言ったらしいんですよ、そこが私の部屋だった。だからその後ね、うちにマンションに秋元直美さんが遊びに来たんですけど、はい、その時もあ、このマンションは大丈夫ねって言ってくれたんですけど、はいはい、なんかもうありがとうございますっていう中に、なるほど、その幽霊出るなら隣に出てって言って隣行ったと思ったら、もう出ないでって言われて、なんなんって思ったでしょうか。霊は怒るといいっていうのは、そう言いますよ、ね、松平健さんもよくそうやって泊まりに行った時にいるなと思ったら急に一人でおい。皆さんの記憶に新しいところで言うと、今年の3月に韓国で大規模なサイバーテロが起きたっていうニュースがありましたよね。今世界ではですよ、ネット世界が陸海空宇宙に続いて第5の戦場と言われているんですよ。じゃあ第5の戦場は分かったと、その上でじゃあ第5の戦場で一番強い国はどこなんだ、皆さん気にしてると思うんですけども、例えばこう CIA というね、スパイ機関を要するアメリカなのか、それともモサドというね、非常なスパイ機関を要するイスラエルなのか、いろいろ想像があるんですけれども、今最強なのそこの2つじゃないって言われてる。なんとネット世界での最強の国は世界最小の国、バチカン市国だって言われてるんですよ。マジか。このバチカン市国、非常に小さい国、そんなバチカンがなんで最強なの、はい、よく思い出してほしいのが、バチカン市国という国はキリスト教のカトリックの総本山なんですよ、つまり世界に12億人いるカトリック教徒、そして世界中にある教会から一手に情報が集まってくるんです。あ、毎日のようにすごい量の情報が集まってくるらしくて、どれくらいの情報まで集まってるかというと、例えばどこどこの国のどこどこの教会の誰々という司祭が朝何食べましたなんていうどうでもいい細かい情報まで入ってる、それぐらいの膨大な情報が集まるバチカン市国のセキュリティシステムがこれ最強と言われてるんですよ。ただ問題なのが、その世界最強のセキュリティを破ったハッカーが現れたってことなんですよ。その天才ハッカーは年齢が30代、非常に若いということだけが分かっていて、他は国籍、性別、全部不明なんです。ただ一度はそのバチカンのセキュリティ破ったんですが、バチカンも最強組織ですから、一度破られてただで見過ごさない、すぐに見つけて捕まえたらしいんです。でどうしたか、処罰しなかったんです。何したかというと、セキュリティの最高責任者に雇い入れたんです。ということで奪われた情報を外に出すことも防ぎ、そいつを使ってもっと強いセキュリティを作った。それでバチカンはより強くなった、一件落着と思いきや、なんと昨年の6月にこんな新聞記事が出たんです。バチカンの極秘情報を持つ元ハッカーが謎の失踪。今のやつなの。そうです、このハッカーこそがその30代の天才ハッカー、はいはい、これを話したのは結構確かな数字で、はい、そのバチカンの上層部のベルトネ枢機卿という非常に幹部が、はい、そういう情報を漏らしてるんですね。でこれどうしたかというと、要するに中に雇い入れられたようでいて、今度は全部持って逃げちゃったってことなんです、はい、これは可能性も考えそうなもんやけどね。そうなんです。
ただそれ以上に頭切れたんでしょうね、このハッカーが、うん、うまくやって全部持って逃げちゃった、はい、でこれどうなるの、やばいんじゃないの、で世界中が今ざわざわしてます、はい、ただ、ね、ちょっとあまりにでかい話で現実味ないよねって思う方もいるかもしれませんが、はい、バチカンといえばですよ、はい、最近ニュースありましたよね、はいはい、ローマ法王の退位です、はいはい、退位したのはベネディクト16世という方なんですけど、これねローマ法王退位かって日本人はあんまり大きいニュースとして扱わなかったんですが、これすごいことなんですよ。例えば総理が辞職するなんてのは全然訳が違うんですね。このローマ法王っていうのはとてつもない権力者なんです。それになるためにはもう命がけで派閥争いが行われてるというぐらいで、なんとこのローマ法王が自ら辞めますと言ったのは700年ぶりなんですよ。じゃあ700年ぶりに自分から最高権力者辞めますって言わなきゃいけない背景って何だったの、うん、それはあの天才ハッカーでしょ、はいはい、なるほど、天才ハッカーが持ち出した恐ろしい情報を恐れて自ら辞めざるを得なかったと言われてる。なるほど。そしてそれはまだまだ序章に過ぎず、まさにこれからキリスト教、いや世界をひっくり返す恐ろしい情報が天才ハッカーから流出させられるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。バッチリ決まりました。バッチリ、今日もバッチリ決まりましたね。いや正直あんま、あの途中最後の方なんか客席とか見たりとかして煽ってました。ほんまに乗ってはったバチカン、バチカン。そして待って、バチカンもなんか今でしょみたいな。何ですか？待ってください。何ですか？決まったらなんでヘラヘラしてるの？なんでヘラヘラしてるの？何もあるんだよ。そらすよ。仕事でしょ？仕事や。決めたんでしょ？なんで笑ってんの？いや、あんまりにもなんか珍しいタイプであんなにお客さん煽っていくかなって。ごみなくだな。聞いてみましょう。アイリンちゃん、はい、ね、こういうちょっと難しいお話でしたか、はい、ちょっと難しすぎました。はい。ニュースとか見る？いや、アイリンちゃんニュース見ないもんね。そうですね。あ、ニュース見ないの？ニュース。ポリシー？ポリシーじゃない。なんか楽しいことがアイリンちゃん好きやからね。でも見なきゃなと思います。でも見ないでしょ？はい、見ないです。イジョウインさん。僕はやっぱりあっちゃんのこういうなんか知的なの好きなんでね、はい、好きなんで、アメリカとか海外のいわゆるセキュリティソフトのメーカーとかは、あの、破ってくれと、うちの堅牢なセキュリティを破ってくれたら賞金をいくら出しますよと。で、しかもセキュリティ会社だから、こう何段階かあって、例えば3段階まで破った人にもいくら出しますからって、一番こう絶対的なところは超セキュリティが欠けてあるらしいんですけど、はいはい、なんか元ロシアとかの技術者の人はお金がなくて職がないから、はい、これをバンバン破りに来るんですって。はあ、なるほど。だけど得体の知れないやつはこれに参加しないで第一段階第二段階のところにメッセージをポンって残して帰ってくるんですって。要は例えば M1 だったらみんな売れたいから漫才のネタやるじゃないですか、うんうん、楽屋で全員笑わして帰ってく謎のやつみたいな。だからもうなんであいつ出えへんねんと、コンテストには出ないのにコンテストより上のセキュリティを破って帰ってくるやつがいるんですよ。あ、なるほど。別にお金欲しいわけじゃなくて、そうそう、だからそういうやつらが多分バチカンにいるような、バチカン、バチカン、バチカン、どっちですか、どっちですか、どっちですか、どっち、バチカン。ギャグじゃねえんすよ、俺のバチカン、ギャグじゃねえんすよ。今からですね、ちょうど15年前の8月31日に、イギリスの皇太子妃であったダイアナさんが交通事故で亡くなりました、はい、パパラッチに追いかけ回されて、はい、トンネルの中で悲劇の死を遂げましたね、はい、まあ、その交通事故死か暗殺死かと今でも言われてましたね、まあ、誰が殺したのか、はい、まあ、これからする話はですね、はい、実は私の、まあ、スパイ、元スパイの友人から直接聞いた話で、元スパイの友人、イギリスには MI5 と MI6 という2つのスパイ機関がありまして、はい、MI5 が国内担当、 MI6 が国外担当、007があるところですね。そうですね、これからする話はですね、元 MI5 の方に、国内の方、そうですね、はい、
いたデイビッド・シェイラー、名前言っていいんですか。そうですね、もう彼ですね、彼によれば、はい、イスラエルの諜報機関であるモサド、なるほど、が関わってるのではないかと言ってます。なんでなんですか。当時はですね、ダイアナ妃はパレスチナに行きたがってました。パレスチナに彼女が行くと世界中のマスコミが当然同行します。イスラエルはパレスチナ自治区にいる人たちがイスラエル人からどれほどひどい仕打ちを受けているか、絶対にそれは報道されたくないんです。もう一つはですね、ダイアナ妃は対人地雷廃止運動も活発にやってました、はい、ね、はいはい、対人地雷というのは莫大なお金が入ってくる軍事産業なんですね。それは反対されたら困るんです。なるほど。あまりにも影響力が強いので、彼女が運動されると軍事産業に影響します。まあ決してしまえと。で、事故死というのはああいう諜報機関が一番よく使う殺し方です。で、実際にチェイラーが言うモサドと MI6 ですね、はい、がまあ共同して一緒になって殺したのではないかと。そういう諜報機関同士の協力はしょっちゅうありますが、ダイアナ妃が乗っていた車にぶつかった事故の原因となった白い車の持ち主は、うん、ジェームス・アンダーソンという人であることが判明しています。はい、実はそのアンダーソンはダイアナ妃をオートバイで追いかけ回していたパパラッチがいましたね、うん、その中の一人だったんですね。その車がその事故の原因となって、それにぶつかってベンツがハンドルを誤って死んだ。ところがですね、そのアンダーソンが自分の車がその事故に関わったことを不意調していたら、なぜか死んでしまったんです。いや、俺の車はあの事故に関わったんだよと、なんか自慢していると間に死んじゃったんです。で、報道ではですね、あれは車の中での焼身自殺となってたんですね、はい、ところが実際に調べてみると頭部が完全に切り離された状態だったんですね。それはですね、普通はですね、考えられない、警告を意味しますね。つまりこれ以上その事情を知ってるもの、事情を知ってるものをもう余計なことを話すな、はいはいはい、という意味で普通は首を跳ねます。それ信じるか信じないかはあなた次第です。うわ、なるほど。